4年前、道南の道立江差市高等看護学院に通う男子学生が教員によるパワーハラスメントが原因で自殺した問題で、道は今日、第三者委員会の調査結果を遺族に報告し謝罪しました。2019年、江差市高等看護学院に通う男子学生が自殺した問題では、調査していた第三者委員会が3月、教員3人によるパワハラが自殺につながったと認定。レポートの提出が1分遅れただけで留年させられたり、実習での指導を拒絶されたりなど、4件のパワハラが明らかになっています。この認定を受け、道は今日、男子学生の母親に直接謝罪し、調査の結果を報告しました。本来人を育てる場、それも地域の医療を担う、医療介護を担う、看護師という職を目指す、そういった人材育成の場で、当然あってはならないということが起きたわけです。結果責任というのは問われてしかるべきというふうに思っております。道によりますと、パワハラが認定された3人の教員のうち2人は事実を認め、謝罪の意思を示しているものの、1人は自分の考えと異なる点があるなどと話しているということです。道は今後、3人の教員による謝罪の機会を設けるとともに、このうち今も現役職員の2人については懲戒処分を検討しています。